TPP 今日日米閣僚協議。日米両政府は日本時間の今日 TPP 交渉をめぐって農産品の関税の扱いなどの閣僚協議ワシントンで開きます。交渉全体の年内の大筋合意に向けた山場の一つだということなんですね。焦点は牛肉豚肉の関税率ですとか輸入量、これが急増した場合にですね、関税率とかあと輸入量が急増した場合に関税率を引き上げるセーフガードと呼ぶ、この発動条件などで妥協点を探るということなんですけども、果たして見つかるのかどうかですね。三橋さん、はい、これどうですかね。これ今ですね、TPP 交渉は、はい、TPP の妥結が少なくとも日本側は目標になっちゃってますよね。はい、だから譲歩して妥協点が見つかりますかって言ったら、それはまあ見つけるってことになっちゃうんですけども、やっぱりこれはなんかもう本末転倒になっちゃってるなと思います、TPP は。甘利大臣はですね、経済財政再生担当大臣記者団に対して、政治マターで解決しなければならない問題はきちんと方向性をつけておく、これが最後の閣僚間の交渉になろうかと思うと話していると、これ最後なんですか。これはだから一応この年内妥結っていうのも目標ですから、これだと3年間ぐらい続けてますね。あ、そうですね。思い返すと、それはそうなんで、結局これで決まらなかったらまた閣僚会議やるんですけども、そうじゃなくて何が目的なんですかっていうのをね、ちょっと足元をちゃんと見てほしいなと思いますね。譲歩することも目的じゃありませんから、 TPP は。そうです、もともとはね、はい。で、閣僚協議は日本時間の明日までやります。 TPP 交渉に参加する全12カ国、来月中にも開く見通しの閣僚会合を前に落としどころを話し合うということなんですね。日本側にはその11月4日中間選挙を控えるアメリカ、安易な情報に慎重で大きな進展期待しにくいとの見方があるわけですね。なんかこういう言い方もですね、妥結ありきみたいな感じがしますね。そうなんですね。あともう一つよくわからないのが、向こうが情報しないの分かってるわけですよ、今この時点で。なんでそれで今回が最後とか言ってるのかなと。せめて中間選挙後にしろよと。私は TPP 交渉そもそも反対だけども、なんかやっぱりいろんな意味で、おかしい。多分フロマン氏にね、ねじ込まれたんです、アマリ氏が。なんとかしろと、はい、それで実際農業のね、農水省の官僚の方に、甘利氏からもう妥結案を作れと、はい、要は情報案作れっていう指示も出てるっていう話も来てます。あ、そうなんですか。はい、だから結局妥結が目的があるというふうに思っちゃいますよね。なんかこうだって折れることはないわけですからね。しかもアメリカに言われて折れるんですよ。はい、結局だからそういう国なのかなと、少なくともそういう政権なんだなと思わざるを得ないんですね。でもその農水省側に妥協点ね、その落としどころ見つけろって言ったって、びっくりしたみたいですけど、官僚さんは。そうですよね。で、見つけようがないですよね。見つけようがない。できない。全面情報しかないですから。向こう側が情報してないから。それは無理でしょうと。となると政府としては、いや、じゃあ、例えばですよ。これ、不幸にして牛肉とか豚肉の関税率下げます。はい、じゃあ、それに対する補填はどうなるんだってことですよね。もう一つは、中間選挙後に、もう一回情報求められますから。はい、はあ、そりゃそうですよ、そりゃそうです。はい、妥結する瞬間までずっと情報は求められます。はい、はい。と、それは本来だったら突っ跳ねていく。だから今は少なくともね、完璧に突っ跳ねないといけない。だって向こうが情報するわけないんだから、こっちが情報する必要は全然ないんですよね。はい、にもかかわらずこれなので、やっぱり甘いなと。はい、どうなってくんですか、これね。はい。決して明るくはないですね。明るくはないですね。